E にはまってしまうとちょっと辛いですよ。さあ安藤からまた今度は小坂部のスリーポイント来ました。ここはケビン・ジョーンズとニック・メイヨですが、小島中に伺う、外に出す、須田のスリーポイント来ました。おー素晴らしい。ブザービーターギリというところ現状ではありますが、さあ今度は田島と小島、あこの辺りのうーシュートが打ち、非常にうまい田島です。当たりはまた経験ということになってきますが、大阪部さあここはハイパブブールからまた靴原が同じような形を連続してこのフローターです。いやうまいです、はい、非常にうまい、はい、みたいにですねコンタクトが多いと、はい、もしかするとゲームの終盤になって、この組み合わせで果たしてどういう形を作ってくるかでしょう。トーマス難しい、おーシュすごい。そしてここは山口、若いプレーヤー、特別指定選手、そしてニック・メイヨ、外から打ってくる、このスリーポイントが、おーこのブザービーターという形で来ました。さあ気持ちよくプレーはさせたくないという北海道ですが、そのディフェンス、デション・トーマス、まずは決めてきました。さらには安藤というこの5人ですが、安藤が中に送る、デション・トーマスを使ってくる、決めた。そしてバスケットカウントファウルもありました。止めるかのような激しいブロックになりました、ニック・メイヨ。そして5秒というところからワット・ウィリアムズ、この勝負どころさすがに知っています。ちょっとミスマッチになっていたんですが、ここも安藤とジャワット・ウィリアムズ、あこれも来ました。そして安藤も行きますが、完全に北海道ペース。そしてニック・メイヨ、竹内が止めに行きますが決めました。ターンオーバーもアルバルク東京リーグでは一番少ないという、そういった戦いをここまではしているんですが、それを切ってくるか、はい、そこに近づいてはいますが、ニック・メイヨがまた来ると、素晴らしい。ここはまた打ってくるか、足元がつく、ディフェンスが非常にいい、かわす、おーケビン・ジョーンズ、うまく取りました。ケビン・ジョーンズ決めたい、ブロックが来ているが、ゴール下、ファウルをもらって決めた。粘っています。北海道高部がつく、ショットクロック6秒からメイヨ、また来る、スリーポイント今日4本目。自分たちのバスケット、そしてシーズン最後の最後までファンの思いに応えるという、そのプレーを表現してアルバルク東京を下しています。